駒場公園は東京都目黒区駒場にある目黒区立の公園である。旧公爵、前田利成の邸宅が残されているため、俗称で旧前田邸と呼ばれることもある。昭和初期に建てられた洋館、和館は共に良好に保存され、2013年には国の重要文化財に指定されている。指定名称は旧前田家本邸、明治期には、当地一帯には、 駒場農学校があった。同校は、その後東京帝国大学農学部となり、本郷へ移転した。跡地には逆にそれまで本郷に屋敷を構えていた旧、加賀藩主の前田家が移ってきた。第16代当主である公爵、前田利成の駒場本邸として、1929年には洋館が、1930年には和館がそれぞれ竣工した。1942年に、 前田俊成が事故死すると邸宅は他人の手に渡り、一時期は中島飛行機の本社が置かれた。敗戦後は米軍に接収され、接収が解除される1957年までの12年間は、連合軍極東軍司令官の官邸などとして使用された。その後、1964年に東京都の所有となる。邸地は公園として整備されて1967年に、 東京都立駒場公園として開園1975年に目黒区に館にされた洋館は1967年に東京都近代文学博物館として開館したが2002年3月に閉館また公園の開設された1967年に公園の一角に日本近代文学館が開設され日本の近代文学に関する資料が閲覧できる 前田利成の本邸として1929年に、春工。設計は、東京帝国大学の塚本康教授に依頼され、宮内省匠寮の高橋貞太郎が、実際の設計を担当した。建築様式は、イギリスチューダー様式で、玄関ポーチの扁平アーチにもその特徴が見られる。震災後の設計であるため、鉄筋コンクリート作りとし、外壁を当時流行していた。 スクラッチタイルで仕上げている。内部は、イタリア産大理石のマントルピースや、柱、フランスの機能織物、イギリス製の家具などが配されている。完成当時は、古今東西の美術品で飾り立てられ、個人の邸宅としては、東洋一と評されたという。2018年10月27日、洋館が、リニューアルオープン、レセプションサロンコンサート、会議などの利用目的に整備。 リニューアル記念行事として、東京文化財、ウィーク二千十八行事が十月二十七日から十一月四日間に開催され、東関東和館を結ぶ、渡り廊下、到底平気線を特別公開する、接客用に用いられた書院作りの日本建築、九百三十年竣工。設計は、提出議元員、佐々木岩次郎、ロンドン駐在武官であった、前田敏成が、 海外からの品格を接待するために建てたとされ、違い棚やラン馬の透かし彫りなど、日本建築の域を集めている。現在は一部が一般公開されているほか、有料で茶室などして使用されている。旧前田家本庭旧、前田伯爵邸洋館旧前田定和館、ありがとうございます。